こんにちは、白川隆二です。北川です。今日よろしくお願いします。お願いします。隆二先生、はい、あの髪の色どうされたんですか？いや、ちょっといろいろありまして、今このような髪の毛の色になっています。また、うん、あのひどい目に遭うと髪の毛白くなるっていうじゃないですか。ちょっとなんかよっぽど辛い思いされてるんじゃないかなと、ちょっと心配でならないんですけども、ちょっといろいろありまして、実はこの色になっておりまして、うん、それはまた改めて YouTube で報告いたしますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。で、今日は先生、はい、問題はなんと6つの調和ということで、うん、武道武術の垣根を越えて、うん、セミナーがこの仙台の地で開催されるという記念すべき日です、はい、しかもこの合気道新武霊聖塾、うん、仙台南道場で開催ということで、本当北川先生のおかげで今回開催することができます。ありがとうございます。本当一回来てみたかったん でいつも白川先生東京の方に来てくれてるばっかりだから、一回はみんなで行きたいなと思って。でもこう地方の人にとってやっぱりなかなか東京の先生方のセミナーを受けるって敷居が高いじゃないですか。そうですね。もうこう地方で開催していただくの本当に大変ありがたいです、うん、ということで今回は、はい、まあ、セミナー参加できなかった人のためにもちょっとセミナーの様子を見ていただければと思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。はい、よろしくお願いします。最初なんでね、みんなで調和しようかと思うんですよ。なので丸くなっていただいてもよろしいですか？はい、みんな差し替えてね、調和だからね。自分だけで、1、2、3、4って感じになった。はい、じゃあ、じゃん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 、ついておこうとしてこういうふうにそろそろやられちゃうからみたいな感じで、ただひたすらこの人についていくっていう。やってみますか。ありがとうございます。引っ張ってもらうとこれがこう避けられなくなっちゃうんですね。だけど手を肘を柔らかくしているとこう自然に動いていくから、手首とか狙っても大丈夫だし、足とかも神経いってれば動いていく。結構触れてる時に勝手にどう動いたらいいかっていうのは意外にわかるから、こっちの人は動かしていないと。だけど、キラさんがやることも同じ、うん、でさっきのプッシュアップとか変なのこれやったじゃないですか。
一応繋がってるんですよね。っていうふうに言うとなんかもっともらしくなる。で今切らすごい。私もう安全に変わりました。もういいです。重いです。ありがとうございます。なので全身が均一であればリラックスした状態であれば重たい突きが打てます。で、ついついね手に殴るときここに意識いきますよね。その時に足の裏まで、まあ意識する必要はないですけど、そういう稽古ができていれば足の裏まで連動した突きになります。今なので今の状態が皆さんつながった状態です。意外と重たくなりました。普通に。じゃあ、ちょっと押してください、はい、これね、崩れます、はい、で、今ここが濃くなって薄くなってる状態ですね。こっち方向に頑張ってます。で、それを足の裏まで膨らましながら同じように、やるだけ。こんな感じですね。いなしてるわけじゃないんですよ。ただ、柔らかくつながってるだけで、押されたものに対して形が変わってまた元に戻っちゃってるだけですね。ちょっとだけで本当に真面目にやってると言ってたらいけないです。もうちょっと何もしない方がいいですね。なんかやってやるって言うとね、力むんですよね。何もせずにスーッとゆっくり上げてください。あ、いいですね、いいですね。そう。OK、そうです。調和ってね、そういうことですね。何か相手を変えてやろう。相手を変えてやろうってすると、相手も変わりたくないから喧嘩になっちゃうんで、何もしない。相手に何もしようとせずに、ただ、もうその時点で調和してるんですね。そうなんですよ。人ってね、一生懸命やるとね、ぐるぐるぐるんですよ。相手の弱いところなもんだから、相手は崩れてしまう、僕は崩れないみたいなね、ことが起きます。皆さんよく頑張りました。ありがとうございました。どうも、専門のマサルダーセンダンマンプラシャダースワタヨンタラタカンマンリンピュトシャカイジンメツザイゼン。悪魔大様、悪神大様、初男少女、祖前前人、傀儡少女、チッチ、ジョーズ、ボン、ウン、ダラ、キリ、アク、オー。
地面にそっとこの足を置いてください。そうするとこれ重心移動を起こさずに前に足を運んだことになります。なんかどこでも止まれるって感じですね。これもう私は人間であるっていう感じじゃなくて、もう猫としてそこに前足ついてもいいんだっていう感じになって、こういう感じでこの柔らかさが音消してくれるので、ここに刀やら何やら刺してるわけですね。戦になってるので、なので仰向けで、でしかも周りの様子もちょっと伺いながら移動したい時っていうのはこういう姿勢を取ります。なるべくこう低くして背中をうまく使って周りを見れるようにして歩いて、こう蛇が波打つようにして移動する。項目にですね、伊賀の忍びは石になると言われると書いてあるんですね。つまりこうとっさに夜の山でバッと丸まって、こういうふうにで、こういう上着とかを使ってですね、こうやってやられると、こう石のところに紛れちゃうと消えちゃうんですね。それでも、気配を出してくれたら気づくんだけど、本当にこう見事にこの息を殺してやるもんだから見失うって書いてある。2人組になってもらったら、軽くでいいので、ぐんと押すんでもなくて、軽く押してみてください。上下ですね。ちょっと横になってみます。軽く押すと。で、横も同じですね。軽くでいいので。こんな感じで押してみてください。上、今度は上ですね。上なんですけども、手のひらが自分の方向に向くように、外側とか、反対側とかね、行かないように自分の方向、手のひらですね。で、これも地面を足で押しながら、指先から、ここまで一緒ですね。指先から上がってきます。指先からぐーっと。はい、伸びます、伸びます、伸びます。ぐー。ただ骨盤から上は絶対にねじらないでください。気をつけてください。ブラ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 で、やっちゃいけないのことが一つありまして、この腰をこう切ることじゃないです。もう揺れるだけです。まあ、でんでん太鼓を思い出してください。踏ん張ってください。もしこうやるとちょっと若干押したくなっちゃうなと思った場合は横でもいいです。相手はこう耐えてるじゃないですか、で横にもたれかかって呼吸だけ整えます、ちょっと伝わります、ですね、もたれかかったところで相手はしっかり耐えて、で別にこうでも構わないわけです。呼吸を整えていく、ちょっと伝わっていきます。やってみましょう。ありがとうございます。せーの。大股が開いてるってことは、これはこうなってますよね。これまっすぐ立ってないですよね。自然にまっすぐ立つったらもうこうまっすぐですよね。要は積み木みたいな感じですよね。なのでだいたいこんなもんですね。今度は自分の重心は正肩に落とすイメージですね。ドンと乗っかってるイメージ。そうすると強くなります。まず呼吸ですよね。呼吸を整えます。崩れますね。はい、で今度はちょっともうすぐ頑張ってくださいね。はい、今度は、姿勢を作りますですね。そうするともう少し崩れましたね。今度最後脱力いきましょう。下から抜いていきます。足でこれ押してないですからね。はい、腹と背中これ抜きます。肩、肩甲骨周り抜きます。で、各関節抜いていきます。と倒れると正しい姿勢で入るんです。と崩れます。わかります？そのまま正しくまっすぐ入るんです。崩れます。弱いところ、いいですかね。これらをやると、もし違法を行った時に何かのなんか
ね、きっかけになればいいかなと思いますので、ぜひ試していただければというふうに思います。じゃあ、ハモでいきますか。はい。はい、じゃあ、ちょっと、いやうわ父からはで遊びの中でずっとやってきてで技を習ったのは、白鶴拳なんか八角拳って日本で言うらしいんですけど私は白鶴拳って言って教わってきたんですけど吸いながらだんだん大きくして巻きつけてきたらはい肩回転させるのを忘れずに、はい、だん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 戻してきて、状態のこれです。この持ってきたので打ちます。で、これ、うん、これでこういう、あ、本当に当てないですけど、こういう、うん、こういう、ここの主刀にまず、でこう、ここに入っていく。で、力でグンってやると腕力差で。ね、私が弱いからすごい大きな声で笑うのよ弱いから絶対ダメなんですよちょっとだけねこれ私の力強い力です、うんうんうん、これじゃなくてあ、うん、出るマジシャンなのにマジシャンだねっていう感じなんですよこれ私の全然効かないですよなんですけどあ、違う何をこれ変えてこうするよりも、うん、重いこれでもう楽、うんうん、楽にいける大丈夫ですかありがとうございますありがとうございますはい足開いてはいこの時に大事なのがここの仙骨をしっかり立てて床に突き刺すようにします360度すられてますこうやって押してるんじゃなくて全部つられてますここに糸全部あるでなるべくかかとを押し出します押し出して膝の後ろをつけるようにですで前に倒していったらはいここでリラックスこれ戻して反対の股関節返しますで開く開いて前に倒してそのまま抜ける戻して戻して3そうそうそうさあ反対にしましょう反対の足反対の足反対の足こっち向きますおへそも完全に向こう、ここの丹念ですちょっと動いてみますです。わかります、うん、それで瞬時に相手にシンクロしてください面白いめっちゃ面白いめっちゃ面白い手に反らしてるんです反らしてるんですこれ相手に合わせて相手って人間って筋肉って螺旋でこうね渦巻いてできてるじゃないですかこの渦の方向を見てそっちに反らしてるじゃあ言いながら反ってまっすぐですねまっすぐ相手にまっすぐしっかりですはいしっかりですはいしっかりはいそう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 はいそうそうそうはいそれに対してはい合わせたいいですか合わせてこれこの勢いだと合わせすぎると目についちゃう、うん、今ここで止めていいんで来たのに対して合わせる合わせて反らすリラックスした状態でちゃんと立つちゃんと歩くちゃんと呼吸するそしてちゃんと見る感じるそれを意識してみてください普段お願いします。お願いします。合気道は常に調和なんですね。力と力がぶつからない。自由に投げたいと思います。
あの相手とぶつからないで相手の力に合わせて投げていくっていう風になってますね。手のひら、手の甲、力を感じながら肘と手、触れてます。ゆっくりこの形を一緒に作ってみましょう。力の流れ意識してくださいね。力の流れ意識して技としては、本来技としては中心、自分の中心にここを持っていくように使わない姿勢よく本当に動いてから向かってこう、こう、こう回ってください。受け、ただ受け役じゃなくて一応もこう押さえたり、あるいは自分もいい姿勢でできるように受ける人も姿勢よく、そう、柔らかく。合気道の受けはただの受け役じゃなくて、綺麗に受けることで体がしなやかに柔らかくなっていくんですね。遠いと力って入らないので、うん、でも受けないですよね。本当に全然ほら力あできないです。できないです。はい、そのできない片手で。はい、じゃあお願いします。あ、受けなんですか。受けなんです。はい、よし。あ、これも肩が当たるんです。取り押さえるような気持ちで、はい、これでいきますか。おお、これがもう無敵な技じゃなくて、テコで押さえられてるだけなので、ここを起点に回っちゃえば全然回ってない。この体の使い方が実は難しくて、あのこういう風になっているってことなんです。あの肩から抜いている状態なんです。なので肩を起点にこう回る練習になるんです、そして反対も、すると肩も柔らかく、気持ちも柔らかくなりますので、右上げたら勝って、右上げたら前上げも柔らかくなって、もう前上げも完全に逆なんですね。で、慣れてない人はお尻つけてゆっくり終わらないで、自分を押してしまうと使う力がぶつかるので、相手の力を使いながら足一歩引くだけでいいです。そう、はい、まあ、右側から今の手が危ないですし、時間ないので、受け身が視圧、全身の視圧効果になったり、あとは体を柔らかく使わないと綺麗に受け身できないので、そういう意味でも健康効果になります。受け身は体力と筋力を使うので、綺麗に受け身取れるようになるとすごい体幹が強くなったり、そう柔らかくなる。あ、どうぞ。はい、お願いします。10本疲れください。
こうやって受け身取っていくと楽しいですよね。武道武術は続けないと結局意味がないので、こういう楽しさっていうのはすごい大事なんですね。楽しく、まあ、皆さん稽古していただいて、さらに合気道がより健康的になるのでまあ続けることでその武道武術の良さが分かると思いますので、参考になれば大変嬉しいです。ありがとうございました。はい、梅。はい、正面で。ありがとうございました。